皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、皆様大変お待たせいたしました。ついにアベモアの新作が出ます。2024年 SS のアイテムたちですね。今日これが上がってる日発売されていると思うので、これを見てる皆さんはもう買える状態だと思います。今回はですね、その発売するアイテムたちを一挙公開していこうと思います。アベモアって2つのパターンの商品があって、まあ、オリジナルで一から全部オリジナルで考えているものと、あとセレクトアイテムっていうのがあるんですけど、もう全部紹介していこうかなというふうには思ってます。まあ、ただオリジナルのアイテムは本当に私が一から生地とかデザインとかも全部、サイズ感だったりとかも全部考えているので、より詳しくみんなへね、私のこの愛の詰まった、こだわりポイントの詰まったお洋服を紹介していけたら嬉しいなと思います。今回ちょっと愛が重ための商品紹介になるかと思うんですけれども、そこら辺もちょっと楽しんで見ていただけたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでですね、早速紹介していきたいなと思います。まず一つ目がですね、今こちら私が着用していますトップスになっております。こちらのアイテムがニットブレロ&ホルターネックキャミセットという商品になります。ちなみにこれが腹張りが2つあって、今私が着用しているこのグレーのキャミにちょっとグレージュっぽい感じの落ち着いた感じのカラーのセットと、あともう一色はどっちもブラックの本当に使いやすい、着る人を選ばないカラーがあります。この2色展開になっております。今からの時期から夏までも使えるし、秋口も多分使い方によっては全然使えるアイテムだと思うので、本当に万能なトップスです。今回私が作りたかったのが、やっぱ私も春夏とか結構キャミソールをねよく着るんですよ。キャミソールとかってやっぱりちょっと露出がね激しく感じる方もいると思うんです。で、まあなんかそんな方のためにこうセットで着れるようなアイテム何かないかなって思ってた時に、ニットのボレロを重ねたら可愛いんじゃないかなと思って作りました。そしてこれはなんとフードがついているので、こんな感じでフードをねかぶってあげて着るのもめちゃくちゃ可愛いです。やっぱこのフード付きのボレロって結構珍しいかなと思うんですよ。だいたいボレロっていうとフードなくて本当にこういう袖だけのものとかが多いと思うんですけど、アベモアからはちょっとこのフード付きのねボレロを出したいなと思って今回考えました。このねボレロも本当にいい感じのサイズ感になってまして、こうやってねフードをかぶってあげた時にちょっとこう肩が落ちるんですよ。このシルエットがめっちゃ可愛くないですか。しっかりとこうやって着てあげてももちろん可愛いです。露出も少なくなるので、それもそれで可愛いかなと思うんですが、私の個人的なおすすめの着方としてはこんな感じで、このフードでちょっとこう全体のねバランス主軸重心を取ってあげてこう落として着るみたいな、この着方もマジで可愛い。このシルエットが本当に可愛いです。袖も結構ね長めでちょっとゆったり作ってあるので、そんなにこう肌に密着するっていう感じもなく、とっても着やすくなっております。このねボレロ、こんな感じで今紐がついてると思うんですよ。この紐もですね、ちょっといろんな仕掛けというかがありまして、ここと脇の下あたりにループがついているので、前から持ってきてこの脇の横あたりのところに通して、脇の下あたりのところに通して、こんな感じで垂らして着用してるんです。これを後ろで縛ってあげてももちろん可愛いです。垂れてるのが邪魔だなっていう方とかはこう後ろでギュッと縛ってあげることで、紐のね垂れた感じも気にならないかなと思います。これの着方の一個弱点というかとしては、やっぱ脱ぐのがちょっと大変かなっていう感じ。もうこうやって袖抜いて上から下からこう脱ぐしかないので、バッて羽織みたいにこう脱ぐことはできないので、そこはちょっとまあお手数をおかけするんですが、こういった着方もできます。まあでも私は割となんかこう横から紐が垂れてる感じもおしゃれポイントかなっていう風に思うので、この着方もありかなって個人的には思ってます。逆に下から上に向かって通すこともできて、ちょっと今やってみようか。もちろんこのね紐なしバージョンでも可愛いです。紐なしバージョンも可愛いけど、フードがついてることで重みがあるので、ちょっとまあこう落ちやすくはなるかなって思います。まあこの着方もこの着方でちょっとルーズな感じで、これも可愛い。でもう一個の着方としては、まずこの紐を後ろに持っていってあげます。でこう前に持ってくるじゃないですか。でこれを下から通します。下のループからこうやって通してあげます。覚えたら本当に簡単にできると思うので、もうその時の気分だったりとかお洋服によって変えるのがおすすめです。で今後ろがこの状態
になっております。そしてこの通してきた紐をまたさらに上に通します。この袖のラインに沿う感じになります。こういう感じでこっからね垂れる感じも可愛いですし、ボレロが落ちてきちゃうのが気になるなっていう方はこれをね前でこういう感じで縛ってあげます。そうすることで落ちなくなるのでこの着方もありなんですけど、このキャミに胸元にねリボンがついているので、なんかこうリボンリボンになるのがちょっと鬱陶しいかなっていう風に感じるので、私は最初前から通してっていう感じでやってました。本当にこれは着方は自由です。次キャミですね。このキャミはねなんとパッドがついております。パッド付きのキャミってほんと夏とかマジ重宝するんですよ。やっぱこういうブラ紐とかがね見えちゃうトップスって難しいじゃないですか、インナー問題が。私はまあ基本的にブラトップとかを着ることも多いし、まあヌーブラとかねニップレスとかつける方もいるかなと思うんですけど、私ヌーブラとかニップレスって夏とかつけるともう夏っていう限定でもないかな、ほんともうなんか汗かいちゃって蒸れちゃって取れるんですよね、気づいたら。それが危ないじゃないですか。そうだからまあやっぱこういうねパッド付きのトップスとか1枚で着れるのが本当にありがたくって、今回パッドをしっかりつけました。でこの胸元のねギャザーもですね、自分で自由自在にギャザー具合を変えることができます。飾りのリボンではないので自由にちょっとこうまっすぐ持ってきてあげて、まあ、リボンで縛ってあげることもこんな感じでできます。まあ、でも私は個人的にはギュッと絞ってあげて着るのが可愛いかなと思います。いろんなキャミソール着てきたんですけど、やっぱりホルターネックがすごくこのデコルテラインだったりとかボディラインが綺麗に見えるなと思ってすごい好きなので、今回はちょっとこういったホルターデザインになっております。後ろがね背中がガバッと開くようにはなってます。今ちょっとこの肩の紐のところが緩くなっていまして、ちょっとまあこの胸元がね広く開いちゃって見えるかなと思うんですけど、これサンプル、そう今回紹介するの全部サンプルなので、みんなにこうお届けするものとは少しだけ、本当にそんな大幅には変わんないんですけど、少しだけちょっと仕様がね違って見えたりとかするものもあるかもしれないので、ちょっとそこはご了承いただけたらなと思います。みんなに届くものはこの肩紐のアジャスター調節できるものがついてくるので、そこは安心していただけたらなと思います。このね真ん中もうちょっとこういった感じでこのテープとスナップボタンをつけまして、自由自在に開け閉めができるようになっております。私はまあ1個ぐらい開けてきた方がなんか抜け感が出たり、このテープがね見えるのでそこが可愛いかなと思います。 T シャツとかに合わせてもすごく可愛いです。私も前の I love ブリュッセルっていう T シャツに合わせたんですけど、それもねすごい可愛かったので、そういった感じで本当にいろいろと着方が楽しめるトップスになっております。1個目からめっちゃ喋った、私大丈夫かなこの動画本当に愛が強すぎて超喋っちゃうんですけれども、続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。ちなみにこれはね社内でもこれが一番人気なんじゃないみたいな感じで、みんなの一押しアイテムみたいな感じだったんですけど、レースレイヤードトップス、カラーがですねこのブラウンともう一つネイビーのカラバリになっております。去年くらいからかな、本当にレースっていうのが爆流行りしてると思うんですよ。で特になんかこういったスポーティー×レースとかちょっとガーリー系のアイテムっていうのがすごく相性が良くて、まあ、トレンドな合わせっていうので、今回それを1枚に集めたまとめたトップスを作りました。このねエンブレムも私一から全部考えまして、ラベンマスポーツクラブっていうエンブレムを作りました。真ん中はリボンがねこう三連になったデザインを考えまして、オリジナルのエンブレムがついたトップスになっております。肩の部分はこのような感じで2本ラインがピッピッと入っていて、この袖口はレースになったトップスです。あと下からもね若干こうやって見せることで本当にレイヤードしてるかのような1枚でおしゃれに見えるトップスになっております。これもサイズ感は結構ぴったりめというか割とミニな感じのサイズ感になっていまして、なのでどんなボトムとか合わせても響きにくいかなっていう風に思います。定番になってきたローライズのボトムとか合わせてもめちゃくちゃ可愛いですし、ハイウエストのボトム合わせてあげてもすごい可愛いです。大胆に透けちゃうレースだったりとかもあると思うんですけど、これは本当に良い感じでいい具合の肌の透け感なので、まあ、レース初心者の方にもすごく使いやすいかなって思うし、ネイビーとブラウンがあるんですけど、ネイビーは本当にもうド定番でめちゃくちゃ
可愛い。このブラウンもブラウンで本当に絶妙なカラーで、意外と合わせやすいブラウンだと思うので、個人的にはこのブラウンもめちゃくちゃ推しですね。ブラウンの方はレースはちょっとオフホワイトっぽい感じで馴染ませるようにしてて、ネイビーは結構これよりも白い真っ白な感じのレースと、まあ、ラインもそうですねを使っています。これは本当にもうザ・トレンドっていう感じのトップスなので、まあ、1枚持っておいてもすごく使えるアイテムかなと思います。では続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらのトップスになります。これもねめっちゃ可愛い、ツーウェイギャザートップスになっております。カラバリはこちらのホワイトと、あとはちょっとグレーっぽい、グレーブルーっぽい感じかなの2色展開になっております。このトップスはね本当1個持っててもう確実に損はないっていうトップスだと思います。これね生地がめちゃくちゃ可愛くて、よく赤ちゃんとかの肌着とか、まあ、子供用の肌着とかで使われるようなちょっとこういうなんかちょっと穴が開いた柄がついたコットンの素材のトップスになっております。サイドがシャーリングできるようになっていたりとか、この首元、袖口、この裾のところもフリルがフリフリっとついた女の子っぽいようなトップスになってるかなと思うんですが、今期このアベンモアからちょっと今までとは違った可愛らしいような、さっきのアイテムもそうでしたけど、今まで使ったことなかったようなレースだったりちょっと可愛い感じのアイテムとかが出てるんですけど、前々からね言っているバレエからインスピレーションを受けたようなこうファッションっていうのがすごくトレンドになってきているので、アベンモアからもちょっとこういうのを新しく挑戦してみようと思って作りました。このトップスはね、まあ、半袖のトップスなので、春夏秋もまあアウター上から重ねたりとかしたら全然着れるアイテムだと思うので、すごく長く使っていただけるっていうのと、ツーウェイって言ったと思うんですが、これ普通にこういう感じで肩のところを上げて普通に着ていただくバージョンと、あとここのね肩がゴムが入っているので、そうこうやって着てたのをズルズルっと落としてあげてオフショルで着ることもできます。これめっちゃ良くないですか。そこがね 2way になっているので、気分によって合わせて着られるトップスになっております。この袖口もねちょっとボリュームを持たせてあげたりとかしているので、この肩周りとかも割とカバーできるようになっているので、スタイルアップもできるトップスかなっていうのと、あとサイドもねこういう感じでリボンがついててシャーリングできるんですけど、これも飾りのリボンじゃなくてガチでシャーリングできるので、気分に合わせてお好みでこう生地をガーって伸ばしてあげて、こういう感じでね着てあげても可愛いですし、サイドギャザーギュンギュンに寄せてあげて着るのも可愛いです。ご自身でいい感じにここは着てみてください。ちなみにこれはですね、この右下にプレートをつけております。アベンモアのオリジナルのプレートが、今までこういうアイテム挑戦したことなかったけど、ちょっと可愛いガーリー系のファッションにも挑戦してみたいなっていう方は、なんかボトムでデニムだったりとかカーゴパンツだったりナイロン系のパンツとか合わせてあげてもすごく可愛いし、本当にボトムを選ばない万能なトップスですね。そういうトップス探してる方はぜひこちらチェックしてください。このホワイトは生地にもね穴が開いてたりするので、インナーがね若干こう透けて見えちゃうことはあるかなと思うので、そこ気になるっていう方は白いインナーだったりとか、なんかベージュ系のインナーとかを合わせてあげると私的にはいいかなと思います。はい、ということで続いてのアイテムがじゃじゃん、こちらのトップスでございます。これ私の結構一押しアイテムかも。私個人的にはめちゃくちゃ好きなデザインのトップスが完成いたしました。ワンショルダーロングスリーブトップスになっております。カラバリがですねこちらのレッド赤と、あとこちらのホワイトと、あと今手元にはないんですけどブルーの3色展開になっております。このトップスはねもう決めきれなくって、カラーが3色作りました。すごい可愛いんですよ。これ着た方が可愛いからちょっと一回着替えてきます。これ着てきます、実際に。はい、ということでこんな感じで着替えました。どうでしょう、めっちゃ可愛くない
このトップス、もう大好き私これ。すごいお気に入りのトップスができました。このトップスはですね、こちらの紐がついてくるんですよ。2本実はあるんですけど、下にもこんな感じであるんですけど、これ前にチラッとっていうか、前にこう SNS でこれのね、私が白を着て写真をあげたんですよ。その時も結構みんなからそのトップス可愛いですみたいな、どこのですかっていう質問来てたりしたんですけど、実はベンモアの新作でして、まあ、まずですね、この素材が本当に気持ちいいです。これ超肌触りのいい、結構柔らかめの素材、こんな感じでちょっと柔らかめの素材で程よく肌にフィットしてくれるので、こなれ感というかとってもおしゃれに見える素材シルエットになります。でも私もね、何度か YouTube でも話してるかなと思うんですけど、やっぱりオフショルがとっても今流行していてトレンドのアイテムなので、オフショル着たいけどなんかやっぱみんなと被っちゃうしとか、違う感じのねオフショルも出したいなと思って、今回ちょっとこういったワンショルの形のオフショルを作ってみました。ワンショルになっているので、まあ、少しこう露出をね軽減できるかなと思うので、着やすくもなっているんじゃないかなと思うし、今回ねこの紐を2本つけたんですけど、これもさっきのボレロと同じ感じで本当に自由にアレンジしていただきながら着ていただきたいトップスになっているんですけれども、オーソドックスベーシックな使い方、アベマから提案する着方としては、これはね2本紐がついてくるので、まず1個目の紐を脇の下を通してこんな感じでリボン結びしますね。そしてもう1本の紐を、今1本目つけた紐にくぐらせます。紐を通してこうくぐらせてあげて、こっちの左の腰で縛ってあげるみたいな、まあ、この着方がアベンマからは提案するこの紐の使い方にはなっているんですけど、もちろん本当に自由自在に、このリボンがなくてももちろん可愛いので、ここは本当に皆さんの使い方次第という感じですが、まあ、リボンをつけるとこの前にかがんだ時にここのリボンで胸元を押さえてくれるっていう効果もあるので、そういう意味でもこうやってリボンつけてあげるのもいいかなと思います。このリボンがないとワンショルっていうこともあって、なるべく開かないようにここのサイズ感とか気を使っては作っているんですけど、まあ、ちょっと不安な時ももしかしたらあるかもしれないので、このリボンをストッパー的な役割も込めて買ってあげるのもいいかなと思います。このオフショルの空き具合とかも結構みんなで社内でもすごくサンプルチェックの時に検討して、なるべくこのね脇肉が隠れるようにとか、脇がこう見えすぎないようにっていうのも注意しながら作っていきました。今回ねこのトップスにプリントしたのがこういう感じで Don't be afraid っていうメッセージと星をねいろいろこうバーって散りばめているんですけど、この星はまあすごく今っぽいデザインかなっていう風に思うので入れたいなと思っていて、この Don't be afraid っていうのは前にね動画で紹介チラッとしたんですけど、今回そのさっきも言ったようにアベモンからちょっと新しい感じの素材感とかシルエットとかをリリースしてるんじゃないですか。 Don't be afraid って恐れるなっていう意味があると思うんですけど、新しくチャレンジしたりとか、春になって新生活が始まっていろんなこの新しい環境に行くとか新しいことにチャレンジするっていう時にやっぱりこう不安だったりとか緊張とかもねついてくるかなと思うんですけど、それにも恐れずに頑張ろうっていうメッセージをちょっと伝えたいなと思っていて、ファッションも同じ感じで、なんか今までチャレンジしたことなかったようなファッションにも恐れないでチャレンジしていこうっていうのをちょっと重ねたねテーマを今回2020年 SS では推したいなと思っていたので、そのメッセージをつけたトップスにしました。なのでこの洋服を通してそういったメッセージが伝わったら私も嬉しいなっていうふうに思います。もちろん自分自身も、私もね本当に新しいことチャレンジする時ってめっちゃ緊張するしめっちゃ不安だし、もう超チキンなタイプなので、もうどうしようどうしようどうしよう大丈夫かな大丈夫かなってなっちゃうことがあるので、まあ私もね自分自身にこう恐れるな恐れるなって言い聞かせるっていう意味も込めて、このメッセージをちょっと今回は伝えたいなと思ってこちらにしました。このプリントのね配色もそれぞれ違って、赤はこんな感じでホワイトの文字にラベンダーっぽい感じの星をバーって散りばめてます。でホワイトは字がホワイトなので文字はこのライトグリーンライムっぽい感じの、でもそんなにこう蛍光すぎはしないのですごい馴染むんですけど、グリーンにネイビーの星を散りばめてます。でもう一個ブルーはですね字が割と
明るめでもないけどちょっとくすんだブルーにホワイトを入れたような感じのカラーになっているんですけど、そのトップスはフォントはより明るいブルーのフォントで、星は赤色の星をつけております。どの配色もねめちゃくちゃ可愛くてお気に入りなので、色で悩まれる方も多いかもしれないんですけど、お気に入りの1枚を見つけていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、では続きましてじゃじゃん、こちらでございます。今ね結構トップスばっかり紹介してたかなと思うんですけど、ボトムスはねこちらの1点のみにはなっちゃうんですが、がオリジナルで出ます。スリーウェイチェックスカートパンツでございます。カラバリはパンツがこれはねブラックで、裾にねこんな感じでレースの切り替えをつけてるんですけど、レースはブラックで、スカートの部分はグリーンブルーっぽい感じのものと、もう一つのカラーがパンツがグレーで、この裾のレースのところはホワイトになっていて、チェックはちょっとオレンジっぽいような印象のチェックの生地を使っている、この2つのカラバリになっております。このパンツ、このボトムもねめっちゃ可愛くて超使い勝手がいいので、ぜひぜひちょっとチェックしていただきたいアイテムです。今とってもねずっと流行しているスカートオーバーパンツスタイル、私も前紹介しましたが、このスカートオーバーパンツスタイルをちょっと提案したいなと思って、これもねセットで作ったので、1枚でこのトレンドのコーディネートが作れちゃうボトムなんですけど、スリーウェイって言ったと思うんですが、まず一つ目はこういう感じで普通にセットで着てあげる着方と、このスカートはくっついてるわけではないのでパンツのみで着ていただけるっていうのと、まあこのチェックのスカートは単体でも、まあ、ちょっとこれ1枚で着るのは若干短いかなっていうのがあるので、まあ、他のボトムパンツとかに合わせて着てあげるっていうスリーウェイの使い方になっております。スカートオーバーパンツスタイル、私もね結構いろんなパターンを試してきたりとかしてるんですけど、組み合わせの仕方とかマジ無限であると思うんですよ。本当にいろんなそれぞれのスタイル、それぞれ好きな感じで組めるっていうのがとてもいいなっていう風にも思うんですけど、なんか逆にこうどうやって合わせたらいいか分かんないっていう方ももしかしたらねいらっしゃるんじゃないかなと思って、アベンモアからちょっとこういう組み合わせに困らないセットのアイテムも作りたいなと思って今回は作りました。ボタンがついてるんですけど3つ、一番上は、まあ、それぞれサイズ感があると思うんで調節が一応できるように2つボタンはつけております。で、私個人的にはこのスカートは全部こうやって閉じて着るのももちろん可愛いんですけど、下の2つぐらいはもう開けちゃってちょっと抜け感作って着てあげるのがめっちゃ可愛くておすすめです。パンツと合わせた時にちょっとハの字になるというか、ここがねスリットっぽく入ることでよりこう足長効果だったりスタイルアップ効果があって、この着方がね割と私的には好きな着方になります。でサイドのところもこういう感じでちょっと山なりにしてると思うんですけど、これもこうすることでサイドから見た時もこう足がねスラッと長く見えますし、後ろもこういう感じで直線ではなくて若干カーブがけているのでお尻もしっかりとカバーしてくれつつ綺麗に足のラインが見えるような作りになっております。でこのスカートは本当にもうレイヤードメインで使っていただきたいなというふうに思ったので、割と短めに作ってます。短めに作っていることで足がすごく長く見える、本当に長く見えるんですよこのボトム。お尻周りはこうカバーしてくれつつも長く見えるっていう、本当にスタイルアップに抜群なボトムなんですけど、ちょっとこう淡いというかグラデーションになったような、あんまりはっきりしすぎてないチェックっていうチェックの生地を使っているので、本当に春夏にも使っていただきやすいスカートになってます。フロントのところにねこういう感じでこれポケットがついてるんですよ。シャツっぽい感じのディティールを落とし込んだシャツ風なスカートにしてみました。パンツの方もね若干フレアになっていまして、フレアパンツってマジで足のラインが綺麗に見えるので本当に全人類におすすめしたいシルエットで、私も大好きなんですけど、今回はそのフレアシルエットを採用して、でこのサイドのレースの部分も結構大きく切り替えしていて、こういうブラックのパンツとかってやっぱり SS とか使いやすいんだけど、どうしてもこう重く見えちゃったりとかしがちかなっていう風に思ったので、このレースをつけることでちょっとこう抜け感だったりとかも出るので、まあ、SS でも使いやすいように工夫して
作りました。これがあるのとないのと全然やっぱトレンド感というか見え方も全然違ってくるので、ここもすごく私的にはお気に入りのこだわりポイントになっております。でウエストはゴムなので本当に楽に履けちゃうパンツです。それではモデルさんにこのトップスとこのパンツを一緒に合わせて履いてもらってたんですけど、その合わせもすごい可愛かったので、こういう感じで合わせるのもおすすめになっております。チェックでカジュアルさを残しつつも裾のねレースの部分とかで若干ガーリーさを付け足したりとかして、本当にいい具合にこうバランスの取れたミックススタイルというか、とにかくおしゃれに見えるパンボトムになっているので、こちらもとってもおすすめなアイテムでございます。全部おすすめじゃんみたいなっていう話になってくると思うんですけど、いやもう本当にどれも可愛くできて、もう全部こだわり詰まっているので、ぜひお気に入りをね見つけてください。皆さん、はい、では続いてでオリジナルのアイテムはラストになると思うんですけれども、ラストじゃじゃん、こちらでございます。ニットベストになります。シンプルにニットベストですが、これもねカラバリ3色あって、ホワイト、ネイビー、あとレッドもあるんですけど、ちょっと今レッドが手元にないのでこの2色を紹介させていただこうかなと思うんですが、ちなみにこちらのアイテムはですね、実はリメイクのアイテムになっております。もともとはこれダボっとしたニットベストなんですけど、それを丈感だったりこの身幅とかを詰めてもらって、私の好きな感じのシルエットにしてリメイクして発売をねさせていただくことになりました。なんか個人的には今ってなんかあんまりダボっとしたゆるゆるのコーディネートっていうよりは、ちょっとメリハリのあるトップスは特にいいかなと思うんですけど、割とタイトめなものが私的には気になっているので、そんな感じで作っています。まあ、なのでちょっと数量は少なめになっているので、気になる方はお早めにチェックしていただきたいなと思うんですが、もちろんあの春夏着れるようなサマーニットな素材になっているので、そこは安心していただけたらなっていう風に思います。まあ、でも全然重ね着とかしたら、まあ、秋口とかまでは使えるアイテムかなと思うので、これも結構長く使っていただけるトップスになっているかなとは思います。前にねホックが4つついてます。ここに 1,2,3,4 と4つついてて、下までつけなかったんですけど、なんか下はこういう感じで普通に着た時もちょっとこう抜け感というかが出るようなシルエットで着たいなと思ったので、あえてそこはつけず上の部分だけ閉じれるように4つホックをつけました。でさっきのゲザートップスと同じようにオリジナルのプレートをねこの右下のところにつけております。まあ、これはあの1枚でキャミソールとか中に合わせて着ていただくのもすごい可愛いですし、なんか重ね着でレイヤードして着ていただくのもおすすめです。個人的におすすめなのはまた後でちょっと紹介しようと思うんですけど、オフショルのねトップスを中に着てあげて、こうちょっと肩は出るんだけどその上からベスト羽織ってみたいな着方もすごい可愛いので、その着方もとてもおすすめです。結構大人っぽく着れるアイテムになっております。ということでこんな感じでオリジナルのアイテムは以上になります。続いてセレクトのアイテムも結構いっぱいあるので、サクサクテンポよく紹介していけたらなというふうに思います。はい、ということでちょっとさっきのねお洋服がこのマイクの重みでちょっと垂れてきちゃって、あんまり相性が良くなかったのでちょっと着替えました。今からはセレクトのアイテムをテンポよく紹介していこうかなと思います。まず一つ目がじゃん、こちらのチェックシャツでございます。このチェックシャツもね本当にシンプルなチェックシャツなんですけど、この袖口だったりとかこの裾の部分がちょっとこう切りっぱなしになっていて、若干こうダメージというかが入ったようなチェックシャツになっております。これ一回洗ってもらってて、もともとは割とパリッとした感じのシャツだったんですけど、一回洗ってもらうことですごい柔らかくなって古着っぽい感じの質感になってます。そんなのでとっても着やすいですし、まあ、やっぱこの春とかねすごくこういうチェックシャツとかさっと羽織ってあげたりとか、これ一枚トップスとして着てあげても可愛いですし、この上からレイヤードとかしてあげても可愛いかなというふうに思います。ホワイトのチェックシャツで爽やかなシャツになっております。続いて2つ目がですね、ちょっとこちらのトップスなんですけど、着た方がね可愛いんですけど、こんな感じのオフショルのトップスになっていまして、ホワイトとブラックがあるんですけど、前回ベモアのセレクトで出たベージュのねオフショルのトップスが結構人気だったので、オフショル第2弾ということでこちらをねセレクトしたんですけれども、このトップスはですね袖口がこういった感じでね編み編みになっていまして、結構デザインの入ったトップスになります。前回のベージュのトップスはもうほんとシンプルなオフショルなトップスだったんですけど、今回はこういった感じで袖口とかに穴が開いてる、結構ね生地感も薄めのトップスです。なので白はねちょっと透け感が結構気になっちゃうかもしれない、そのぐらい割と薄めの本当に柔らかい感じの生地になってます。オフショルのこの返しの部分がすっ
っごい長いロング丈というかすごく長いものがついているので、着た時にこの返しのところをめちゃくちゃクシュクシュっとしてあげて着るのがすごい可愛いです。これはすごいねデザイン性があって、まあ、オフショルで何か探してるっていう方はぜひチェックしてみてください。そうで、さっき言ってたあのベストのトップスをこれの上に重ねて着てたんですけど、それもすごい可愛いのでその合わせ方もとってもおすすめです。オリジナルでねボトムが1個しかなかったと思うので、ボトム結構たくさんセレクトしたんですけど、1つ目がじゃじゃん、こちらです。カーゴパンツになっております。ここで1回こうタックを入れていることでリフレアなパンツなんですけど、これがダブルベルトのパンツになっています。色味はこの1色なんですけど、本当にすごく絶妙なカラーのとても使いやすいパンツになっております。これすごい形も綺麗でした。これ生地に伸縮性はないんですけど、結構ゆったりめに作られているような気がするので、なんかこうダボダボすぎずにいい感じのサイズ感で着れる綺麗なパンツです。続いてがこちらのデニムパンツなんですけど、これはすごく一押しのアイテムでして、もう本当にね形も綺麗だし、このなんか生地感がすごく可愛くて、本当になんか細かく縦にこうラインというかシャーって入ってるの見えますかね。これがねすごい可愛いんですよ。みんなからも評判のいいパンツです、このデニムパンツは。で結構股上が浅めになっていて、割とローライズでこう腰で履くような感じのパンツなんですけど、履くだけで本当トレンド感が出るようなすごく可愛いデニムパンツになっております。結構丈感が長めで、私が169なんですけど、本当にもう私でも普通にフラットなシューズとかだったらちょっと引きずるぐらいの長めの丈感になってるので、高身長の方にもおすすめですし、低身長の方丈感気になるなっていう方は、まあ、自分でなんか切っちゃって履くのもいいかなと思います。お手数かけちゃうんですけど、お直しに行っていただいたりとか。で後ろもこんな感じでちょっとデザインが入っていまして、そこのパンツはね結構お気に入り、私もお気に入りのアイテムです。そして続きましてがじゃじゃん、こちらのスカートになっております。こんな感じのねレーススカートなんですけど、メンバーのセレクトでレースのスカートを結構何回かセレクト入れたりとかしてるんですけど、割と毎回好評でして、今回もちょっとレーススカート入れようということでこちらを今回セレクトいたしました。アシンメトリーのデザインになっていまして、結構ね生地も多めに使われていて、すごくボリューミーな可愛いスカートです。結構ねボリュームが出るので、上は割とタイトなトップスだったりとか、撮影ではねこの今私が着てるこのトップスに合わせて着てたりとかもしたんですけど、そういう感じで合わせてあげるのもおすすめです。腰のところにこんな感じでローズモチーフというかお花っぽい感じでポイントがついていて、そこもとっても可愛いです。ちなみにこれはインナーにはパンツがついているので、まあ、1枚で全然着れちゃうスカートになっております。タイトなボトムだったりとかすれば全然これレイヤードで使えるかなっていうふうにも思うので、そういう使い方もおすすめです。そして続きましてがじゃじゃん、こちらのスカートでございます。このスカートもね私すごい好きな感じなんですけど、結構もう最近スカートも、まあ、ミニのねスカートだったりとかロングのスカートも履くんですけど、ミニ丈の膝とか膝下ぐらいの丈感のスカートがすごい気になっていて、これは割と膝下ぐらいかなの丈感のスカートになっていて、この生地もねすごい可愛いです。チュールの素材が使われていて、生地が2枚重なっていて中に裏地がついているので、透ける心配もそこまでないかなっていうふうに思います。ウエストはゴムになっていて、この真ん中にリボンがこんな感じでついてます。これもすごい可愛い。お尻周りはフィットするんだけど、ちょっとフレアになっていることで結構足も綺麗に見えるスカートです。まあ、これ1枚で着ても可愛いですし、なんかレイヤードして着るのもとても可愛いのでおすすめ。ということでここからちょっとね小物に入っていこうかなと思うんですけど、まずですねじゃん、こちらのリングが今回出ます。リング多分初めてだと思う、アベマで出るの。ゴールドとシルバーの2色出るんですけど、ずっとねリングも出してくださいという風にお声いただいてたんですけど、し私もね日頃からめっちゃリングつけるから、なんかいいのあったら出したいなと思ってたんですけど、今回こちらのねリングをセレクトしました。すごい大きめのビジューというかはついているので、インパクトは出つつも、ここのリングの部分は結構細めになっているので、本当にこのバランスがすごい良くて、なんかごつすぎない
ギャルギャルしすぎない感じでつけられるので、これもねすごい可愛いです。サイズ感がね心配だから、常設できるようなリングあったら嬉しいですっていうお声もいただいてたりしたんですけど、これはこんな感じで調節が可能の輪っかになっていないタイプのリングなので、お好きなサイズでつけていただけるかなと思います。そして続いてがじゃじゃん、こちらでございます。このねフラワーネックレスなんですけど、こうリボンタイプになっているので、こう自分で巻きつけてつけるっていうタイプのネックレスになっております。前からプライベートでもなんか使っていて、セレクトで入れてもいいかなと思って今回選びました。どっちもね使いやすいです。ホワイトは結構パキッとわかるし、ブラックはブラックでちょっとクールな感じでつけられるかなと思います。メガネ、グラスもちょっと用意してまして、じゃじゃん、こちらの2つ2色なんですけど、ブラックとオリーブっぽい感じの色合いの2色のこのグラスをセレクトしました。これもね結構可愛いです。細めの縁になっていて、前にあの太めのねグラスを出したと思うんですけど、それも結構好評だったんですが、今回はちょっと細めのこういった感じのキャットアイっぽい感じのグラスをセレクトしました。キャットアイっぽい感じなんですけど、細めのキャットアイとかではないので結構大きいじゃないですか。だから割と使いやすいと思います。これも個人的に私このオリーブがおすすめかも。結構馴染んでくれて可愛い、まあ、ブラックも定番でね可愛いんですけど、こんな感じのグラスになっております。そして続いてがですね、じゃじゃん、こちらのタイツをセレクトいたしました。私あの前にもね、あの気になってる、今すごい気になってるアイテムって言って、実際私もいろんなカラーのタイツをゲットしてるんですけど、今回アベンマーからはこのオフホワイトかな、ちょっとクリームっぽい感じの色、乳白色みたいな感じのカラーとこのブルーのタイツをセレクトいたしました。このブルーのタイツすっごい使いやすいなって思ったので、こちらをね選びました。これだけ見ると結構ブルーだねって思うと思うんですけど、まあ、履くと伸びるからちょっと薄くなるので、意外とね使いやすくなります。撮影の時にモデルさんにさっき紹介した白のオフショルのトップスと、あとニットパンツをね合わせて履いてもらってたんですけど、その合わせ方もすごい可愛かったのでおすすめです。続いててラストなんですけれども、ラストがじゃじゃん、こちらのシューズをセレクトいたしました。これマジでめちゃくちゃ使える。3色にあって、ブラック、シルバー、ホワイトがあるんですけど、こんな感じのキトンヒール、結構低めなヒールになっていて、でつま先はこのポインテッドトゥーっていう私の大好きなシルエットのミュールなんですけれども、本当にこれ使いやすくて、もう今回ねその発売するアイテムともすごく相性のいいシューズになってます。で結構こういったシューズが今トレンドアイテムなので、マストで持っておきたいシューズかなと思うんですが、こんな感じでレースアップになっていまして、生地も柔らかいので、なんかあんまりこう靴ずれとかの心配もないんじゃないかなっていう風に思ってます。結構硬いものとかもあると思うんですけど、こういうのって硬いものとかはやっぱり履いてると慣れるまですごい時間かかるし、足の甲のあたりがやっぱりちょっと痛くなってきちゃうと思うんですけど、このヒールは本当になんかクッション性もあるし柔らかい生地なので、とっても履きやすくて、本当にこれはおすすめアイテムです。私もねこの春夏はめっちゃ多分このシューズ履くと思う。本当に使いやすい、合わせやすいです。はい、ということでこのような感じで今回アベモアからリリースする新作アイテムは以上となります。セレクトのアイテムもそうなんですけど、やっぱオリジナルのアイテムは一つ一つへの愛というかこだわりポイントもすごくたくさんあるので、すごい愛情深い語りまくった動画になってしまったかなというふうに思うんですが、でもこのこだわりをねこんだけ持ってるんだよっていう、こんだけ持っていろいろ考えて作りましたっていうのが少しでも伝わったらとても私も嬉しいので、今回はこんな感じでもう鬼語りするっていう新作鬼語り動画を撮ってみました。リリースはちょっとずれちゃったんですけど、4月9日がちょうどアベンマーの誕生日でして、もう今年で4年経ったのかな、5年目か、次こんだけ続けられるのも本当にやっぱ皆さんが来てくれるおかげというか、愛してくれるおかげで続けられることができるので、本当にいつも皆さんありがとうございます。そしてこれからもねもっともっといろんな方に知ってもらいたいし、もっと大きくしていきたいなっていう風に思っているので、ぜひ今後とも応援をしていただけたら嬉しいなと思います。今回のね新作アイテム、紹介したアイテムたちは概要欄にもリンクをね貼っておこうと思うので、ぜひそちらからも見てみてください。基本的にアベマは再販はあまりしないので、ぜひお早めにゲットしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。